ネイチャー慶子のざっと田舎生活。はい、2022年2月の10日になりました。ちょうど12時ぐらいです。はい、こんな感じです。今日昼間にお布団入れたのでかなりすでに重いです。よいしょ。なんかパツパツに硬いけど。で、湯たんぽさんも持ってきました。ちょっとどうなるかわかんないけどトライしてみます。はい、なんか内向きにやるとライトがつかないみたい。なんかさ、あ、そうそう、昨日のノルマのお洗濯も行ってきました。喉乾いた。よいしょ。あ、もう固まっている。飲めないか。持ってきた気もするけどどこに行っちゃったかな。置いたかな。あれ、喉乾いたかも。結構ドライなんですよね。あ、まあとりあえずいいや。で、昨日は思ったけど耳当てしてるとあったかいので、まあとりあえずこんな感じで寝たいと思います。ではおやすみなさい。どうなることやら。おはようございます。2月の10日、今見たら11時11分です。ってことは、11時間寝たことになるな。おはようございます。やはり布団、厚い布団バッチリでした。で、敷布団を持ってきたから寝心地は最高で、顔はどうしても息したいからこうかけるんだけど苦しいから出すじゃん。ここら辺がちょっと寒いんですけど、でもなんかスキーウェアとか着るときになんかこう目と口だけ開いてるなんか売ってるけど、そこまではいらないかなって感じです。よく寝ましたね。キャンプというよりも本格的な寝室って感じですね。暑くて目が覚めました。今日は起きてから考えます、今日のことは。ということで、無事3日目か、テント泊3日目でした。あ、やっぱ開けた方がいいか。よいしょ。あ、重いですわ。暑いまずい、まずい。着なくても大丈夫そうだけどな、なんか。これは重いね。すごいね。じゃあ、よいしょ。湯たんぽもいらないかもね。っていう気になってます。おはようございます。こんな感じでした。ではまた。
美味しい。外に寝ると喉乾くんだよね。でも最近は雪が湿度があるやつだからだけど、これが本当のパウダースノー、サラサラのやつだと湿度ないから、ね、喉乾くの。初めて来た時に、なんで雪って本来あの湿度があるから肌にもいいしと思ってたら、結局その水分が入ってない雪だから乾燥するの。めっちゃ最初乾燥したもんね。喉も乾きます。はい、昨日は凍ってたから飲めませんでしたけど、今は飲めます。まだちょっとやることがあるから、一日中テントっていうのはもうちょいだな。今日は2月10日ね、皆さんの支払い等々あると思いますか。私も支払い等々と、あとやっぱりこれ温度計壊れてますので買いに行きます。まあ、知ってる限りでも15年でしょ。さらに30年ぐらい使って、じゃあ昭和51年からもしお家があった時から買ったとしたらね、45年ぐらい使ってたわけですからね。まさかあなたも外に出るとは思わなかったんでしょう、きっとね。買いに行きましょう。はい、で、乾燥するのでスプレー持ってきました。水溶性ケイ素入りの、寝る時だね。あとちょっと昨日変な夢見たんで、朝大朝の持ってきました。まあね、人生は見えないエネルギーでできてますからね。最近 Facebook とか見てると、いろんな神々とつながっている人たちがコメントしてきて面白い。日本からとかフランスからとか、いろんな人で、結局エネルギーだから、なんかみんなにこうメッセージを送るんだろうね。でも個人で呼んでちゃんとそこに来てくれる人もいるみたい。私はそういうチャネリングみたいなのはしないというか、興味がないのでしませんが、聞いてもらうことは、教えてもらうことはたまにあるかな。あえて自分から聞くことはしないです。でもまあほら、ロタ島っていう南の島に行った時もね、ロタ島でタウタウモナっていう、自然の神がいて、精霊がいて、で、例えばココナッツってね、あるでしょ、ココナッツってこうパームツリーで、私は落ちている古いココナッツを割って食べてたんです。でも新鮮なやつは木に登って取れば、新鮮なココナッツ、青いやつ食べれて、でそれをよくね、刺身にして食べる、なんていうの、イカの薄切りみたいな感じなんだけど、食べたり刺身にして食べたり、まあ、ジュースももちろん時間経ってないからいっぱいで、ココナッツジュースっていうのはそうやって、青い実を割るんでしょうね。で、いろんな、そう、要は日本語で言うとパワースポットみたいなところがあって、でそういうところに行くんだけど、皆さん観光でね、でそこでマナーが良くなかったりすると、そのタウターモナーが起こるわけよ。なんかなるわけよ。お腹痛くなったり頭痛になったりとか。でそこら辺って電波も入らないようになってて、でなんだっけな、一緒になんか知り合いと一緒に行った時に、タウタウムの、そう、入り口から入る時もね、その精霊のスポットに入る時も、まあ、精霊自体は全部あるんだけど、そのパワースポットに入る時も、お邪魔しますとか、入らせていただきますとかいう一声ないとダメなのよ。でそれを言わずに入った、現地っていうかニュージーランドの男の子がいて、一緒に車乗ってたんだけど、そしたら案の定もうエンジンかかんなくなっちゃって、で携帯はあったけど携帯が入るところじゃないから、携帯が入るところまでこのその子が、自転車乗ってたの、私、そうか、私が自転車でどっか行ってた時にピックアップしてもらって、じゃあ一緒に帰ろうってことになったのかな。で自転車があったから、自転車で、電波が届くところまで
行ったの、その人がね。で帰ってきたら喉渇いたって言って、そのココナッツを、青いココナッツを石かなんかで投げて取ろうとしたの、石とか木かなんかからな、うん、でそこはほらだってパワースポットなんだからさ、ダメじゃん。落ちてるココナッツを喉乾いたのでいただきますっていうのはともかく、そんでその子どうしたっけな、エンジンはかかんないわ、助けが来た、来るのも時間かかったわ、その後なんか具合悪くなってたな、やっぱりね。ということで、まあ数日間来た時に精霊たちがわーっとね言ってたけど、昨日の動画見てないか分かんないけど、まあ、夢が一番分かりやすいのよ。だから悩み事とかさ、ある人は夢が悪夢見たりするでしょ。で楽しい夢しかずっと見てないから、でちょっとなんかそんな嫌な夢じゃないけど、なんか嫌な夢っていうか昔の男が出てきたのかな、なんかそんなのがあったから持ってきました。朝まあ、自然がね怖い人、特に東京生まれ東京育ちの人って田舎がないからさ、キャンプとかもさ、あの虫が嫌いとかさ、キャンプとかさ暗いところだと寝れないとか言う人いるでしょう。そういう人からするとね、全くもって何をやってるんでしょうって感じでしょうけど、自然が好きな人から言ったら最高っすねってね。まあ、ここ街の中だけど、まあ、街中じゃなかったらやっぱ大変不便だもんね、食料とか車とかないし、はい、車とかないし運転できないしって、免許はありましたけど、まあ、そのロタとつながりでいけば、その自然界の勉強しに行くことになったわけよ。自分ではそう思ってないのよな、お金とか物質社会からの卒業として、もうさようなら物質社会みたいなところで行ったんだけど、結果的に帰ってくることになったのは、だから音楽の力を突然授かりね、100曲ぐらいあるから、その力は世のため人のために使わないといけないっていうところじゃない。でもっと考えると、まあ自然界の入門をしてたんだよねっていうことになりますね。歌唱の話中心でしたことないのか、多分長いからね、ただまあそれもできないことはないか。この動画を見ていただいている方は再生リストっていうところがあるから、今やってるシリーズはネイチャー恵子のザ・ど田舎生活なのね。でその前はモンベーツ母ちゃんとか、他のシリーズは自立成長大人塾っていうのと、人生の摩訶不思議っていうのと、賢く生きるっていうのと、あと音楽のやつと、そんなもんかな、まあそんなのが再生リストっていうところを開くと、こうシリーズが出てきますので、皆さんにとって一番なんていうの、必要な新しい価値観的なものは賢く生きる。でそれも全部見よう、まあ全部見てもいいし、気になるところから見てもいいし、賢く生きることが一番大事だと思います。はい、というところで、じゃあ支払いをしてまたバスに乗って、でも北回りはバス取ったからね、もういいよね、バス乗って、あ、そうだ、温度計と、あとあれだ、会員のトイレ買っておこう。今日は行かなかったけど、会員のトイレがあれば出ることないもんね。そうしよう、そうしよう。はい、というとこでした。楽しいテントライフからお届けしました。バイバーイ。